平野の仕様が L ジャパン特別版で表紙を飾る海外でトライしてみたいジャーナリズムの世界において著名な人物やエンターテインメント業界のニュースを伝えることは読者にとって魅力的で重要な情報提供です 本校では元キング・アンド・ピスのメンバーであり、俳優としても成功を収めた平野紫耀さんが雑誌エルジャパンの特別版で表紙を飾るニュースに焦点を当てます。この特別版は彼のファッション、エンターテインメント、そして海外での新たな挑戦について語る貴重なインタビューを含んでいます。平野紫耀さんのキャリアと将来について詳しく探求し、 彼の新たな一歩について紹介します。平野紫耀の L ジャパン特別版での登場。日本のエンターテインメント界で和洋風美し、今もなおその輝きを放つ平野紫耀さんが雑誌 L ジャパンの特別版で表紙を飾ることが発表されました。このプレスリリースは彼が同志に登場するのは初めてであり。 通常版よりも平野紫耀さんのページが増加されることを伝えました。プレスリリースには次のように記載されています。新たな角でに立った平野紫耀さんがエルジャポンに初登場。久々のメディア登場となった今回の撮影でドラマチックな動きと表情を惜しみなく見せてくれました。 これは彼のファンにとって待ちに待った瞬間であり平野紫耀さんの新たな一歩に期待が高まります。ファッションと独占インタビュー、エルジャパンの特別版では、平野紫耀さんがルイ・ヴィトンの最新の l v フォールコレクションを着用したファッションポートレートが掲載されることとなっています。これは、 彼のファッションセンスとスタイルに焦点を当て、読者に新たなトレンドとアイデアを提供するものでしょう。さらに、同志は平野志洋さんとの独占インタビューを9ページにわたり掲載予定です。このインタビューでは、彼のキャリア、アートへの情熱、そして将来の展望について深く探求されるでしょう。平野志洋さんの言葉を通じて、彼のファンや読者は彼の内面に迫り、 彼の人生と芸術についての新たな洞察を得ることができるでしょう。平野市用の眼差しと未来への展望。発表されたプレスリリースには、表紙には、これから歩む未来を見つめているかのような平野さんの眼差しが印象的な一枚を迎えています。とも記載されています。 この一枚の写真は、平野志洋さんの新たなスタートと将来に対する彼の視点を象徴しており、彼のキャリアにおける新たな段階の到来を予感させます。海外での新たな挑戦。平野志洋さんは、抜粋されたインタビューで次のように語っています。会場で飛ぶようなコンサートはまだ日本でしかやったことがないので海外でトライしてみたい。 日本のエンターテインメントの良さをちょっとずつでも広げていきたいです。この言葉から彼が今後海外での活動を模索し新たな挑戦に取り組む意欲を感じます。日本のエンターテインメント業界のアンバサダーとして彼が海外で成功を収めることで日本のカルチャーと芸術が世界に広まる可能性があります。結論。平野志耀さんのエルジャパン。 特別版での表紙登場は、日本のエンターテインメント業界における重要な出来事であり、彼のファッションセンスやエンターテインメントへの情熱を読者に紹介します。また、彼の新たな挑戦に対する意欲は、彼が国際的なステージでさらなる成功を収める可能性を示唆しています。平野志洋さんの今後の活動に注目し、彼のキャリアの発展を応援しましょう。